先ほどの続きですけども、買い物行くときに、ちょっと思い出したので、郵政民営化が2003年頃でしょう。で、郵便物がしっかりと家に届かなかったことがあって、で、そのアダルトビデオ業界の人間が郵便局で働いていたのは、その数年後確認してるんですよ。で、その前から本当は、郵便局で働いていてサンパレスロコを勤務時の時に押し付けてきたんじゃないですかね。それで郵政民営化になった可能性が高い。オリックスはもともと山一証券は本当にそういう業界の人間を働かせていて、で、そういうところを作って、要するにキャバクラとかああいう風なので、それで国がしっかりと倒産させています。そういう国のまとも側の人、全員ちょっと淡い気ですけど、この話参加して、本当にもともと単独では動かない方がいい。こちらは人とのつながりあるのかないのかよくわからない状況で動いてるから、絶対単独で動いたらあかん。そいつらに名前と住所と電話番号バレたら、そいつらが集団でかかってくるから、交代交代で外から挑発行為を行って、で警察官を動かして病院行きにさせようとする。これが本当、若い警察官とか本当のこと言われたら病院行くとか今日も言われた。その丸刈りの警察官、本当に有馬警察署からもう二度と警察官とか他の公務員にもさせたらあかん。本当に行政の中にそういう人間混ざったら本当無理だから、警察官は行政。全然今日の勤務者も淡井圭介のことをしっかりと覚えてない人間ばっかり。今までの経緯で敬語使わなあかん。警察官の方が自分たちの方に落ち度があったんだから、行政回ったら絶対そう。最近町づくり課の、人であった人はしっかりと敬語を使ってきます。もう窓口で本当は公務員で敬語使えない人は本当は社会に出てきたらダメな方、逆自分の立場本当に分かってないから、今までの歴史とか。まあ、かといって公務員の人とまとも側の人とは喧嘩する気ないんですけども、まだ淡井圭介を病院に連れて行こうとするその警察官、本当にもう排除せなあかん。もう言い過ぎ、自分たちがずっと放置していたから。以上。